遠い夢捨てきらずにふるさと捨てた、穏やかな春の日差しが揺れる小さな駅、風物詩ですね。別れよれ悲しみよりあこがれは強く寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた。そこで汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていた。現場行った方がいいです、谷村さん。桜吹雪きのさらいの空は悲しいほど青く澄んで胸が震えた。いいとこ全部谷村さん。恋をして恋に破れ眠れずに過ごす、アパートの窓から少し見てた夜空の星。この街で夢を追うならもう少し強くならなけりゃ時の流れに負けてしまいそうで、動き始めた朝の街角を人の群れに埋もれながら空を見上げた、桜吹雪のさらいの空へ流れてゆく白い雲に胸が震えた。声出てますよ。離れれば離れるほどなおさらに募るこの思い忘れられずに開く古いアルバム、若き日の父と母に包まれて過ぎた柔らかな日々の暮らしをなぞりながら生きる、丸太小路レバー浮かぶ景色が迷いながらいつか帰る愛のふるさと、桜吹雪のさらいの空へいつか帰るその時まで夢は捨てない。Slay Night Dreamer.
Live on air. Day, night, dreamer. Live on air. Sunday night, dreamer. よし、甲子園まで行ってみよう。桟橋に立つ君の肩から海鳥たちが飛び立ってゆく。ラワトを握る俺を見つめて涙で何か話しかけてる。出港前の慌ただしさにそこだけ時が止まったようだ。心一つの海の仲間がもんやいといて船に乗る。江ノ島岬大島越えて新島しきれ三宅島までせーの甲子丸よ。俺を銀色の海へいざなえせーの甲子丸よ。俺の夢乗せて海へ羽ばたけ。いやどうもありがとう。名前を言いましょうよ。加山雄三です。加山雄三さんの番組じゃないでしょ。ね、ちょっと風物詩ですからね。風物詩ですけどね。またちょっとじゃあ改めてですか、はい。言わなきゃいけないですか。これ私の名前を。今加山雄三気分でずっとやってんのに。ずっと加山雄三気分でやられても困るんですよ。加山雄三の、はい、サンデー。はい、オールナイトリサイタルじゃ違います違います。まだいけますか。海よ俺の海よ。それは大きなオールナイトリサイタルだ。その間それ聞きたいですよ。聞きたいけど、聞きたいですけど、加山さんが今向こうに行かないともう間に合わないので、そう、行った方がいいです。現場に24時間までやっているんですね、武道館の方で。じゃあ一応、はい、一応じゃあサポート役で私が来てますということ言った方がいいんですか。はい、サポート役、サポート役だったんですか。サポート役で来た。じゃあどうもこんばんは、アシスタントの有吉弘之です。アシスタントそこで東京半蔵門 JFN スタジオから生放送。加山雄三のサンデー、はい、オールナイトリサイタル。いや今月のっぽいけど、今月のアシスタントのアシスタント、こちらを、トップリードアガです。優しい雨松崎です。よろしくお願いします。まあね、毎年聞いてくれてる人は当然ご存知なんですけども、はい、加山雄三さんと谷村新司さんが、はい、24時間テレビ武道館でね、サライを、はい、歌われるわけですけれども、はい、まあ、そこのリハーサルでいつもここでね、まずオープニングで歌ってくださるということで、はい、まあ、喉鳴らしといいますかね、寄っていただいて、ここ半蔵門で練習をして、東京九段にあります、東京武道館の、武道館ですね、日本武道館の方に向かっていったということでございます。いつもね、はい、いつもそうですね、いや、まさか甲子丸まで歌っていただくとは。乗ってらっしゃったんでしょうね。そうですね、気分乗ってましたね。僕もやっぱ去年ね、去年ぐらいですかね、まあ、作家の高井さんから加山雄三さんのコンサートの DVD いただきました。見とけよ甲子丸行ってるよ。てね、谷村新司さんとのリサイタルの模様もめちゃめちゃ面白いですけどね。面白いんかい。いや俺の歌のこと知ってんのかよお前らみたいな。大丈夫ですよ加山さん、あの後ろに歌詞が出てますから。なんだよこれおい。何そのやつ。何なんですね。ドキャクさんに、じゃあちょっと歌詞が出るみたいだから、ちょっとみんな歌ってくれよ、これもんで言ってくれよ。あのね、素晴らしいあのコンサート加山さんのございますけどね。さあ、24時間テレビの方はですね、そろそろまあクライマックスでございますので、ね、うん、ランナー林家たい平さんでございますね、はい、まあ、我々からすれば林家たい平師匠というふうにお呼びしてもいいのかもしれませんけどもね、はいはい、さあ感動のゴール100キロ以上 100.5 キロということでございますので、はいはい、相当あの疲弊されてましたよ、疲れてらっしゃったような感じもありましたしね。もうだって外見がもう全然違うもんね、昔の大変さんとね、もう嫉妬しちゃって、うん、だから、まあ、ちょっと今日東京今雨も降ってましたしね。そうですね、
いやだからちょっとやっぱそのノリのいい甲子丸歌ってくれたんでしょうね、ちょっとね、あ頑張れというテンポ上げて、そうなん、応援ソングね、こっちで歌われてるのかね、いや誰か届くから加山さんの気持ちは、まあ、江ノ島岬大島越えて新島式根、三宅島まで、うん、ね、これがおよそ、まあ、100.5 キロですよね。違う、そうですか、甲子丸の航路じゃねえよ。100.5キロ。ということでございます。まあ24時間テレビの方もまあ気になる方はいらっしゃると思いますけど、まあね、同時進行で聞いたり見たりしてくれれば助かるななんて思ってはありますけども、さあそしてこちらはちょっともうちょっとね、深刻な問題でございますけども、サンデーナイトドリーマー年に一度の加山雄三スペシャル、まあ24時間テレビではね、まあ歌手ですね、加山雄三さんでございますけども、その実裏の顔はご存知、はいはい、独立国家戦艦甲信丸初代国家元首腕毛の実を食べた能力者そんなありましたね、加山雄三元帥だ国家元帥や、怖いな、相変わらず怖いな、さっきまで行ってみようの時はすごい良かったんですけど、まあ、あれはね、まあ、その加山雄三さんの表の顔でございますけれども、はい、その実は本当にそういう顔もございます日本からの独立を果たしたわけですね、戦艦日本国が作っていた戦艦甲信丸を、奪取して、ダッシュしたんだ、甲信丸は国家であるという宣言をなさって、そこから、まあ、ね、激しい、まあ、世界各国と激しい戦いを演じていらっしゃると、はい、説明しないと、そうね、年に一度しかないからね、まあ、当然その辺のお話メールもお待ちしておりますけれども、はい、本日のメールテーマを募集しておきましょうかね、はいはい、24時間テレビ、今年のテーマね、はい、これが私の生きる道、うん、ということでございますので、テーマはこちら、これが私の好きな道。なんだろうな、本家聞いて笑っちゃうのなんだろうな。これが私の好きな道、通勤通学散歩で使っている道の話教えてください。国道何号線使ってます、タクシーも知らない抜け道知ってます、並木道に素敵なパン屋さんできました、あなたの好きな道お昼かよ、使っている道エピソード教えてくださいって言われても、さらにはまあ24時間テレビのレポートもこちらで見れませんからね、24時間テレビのレポートもまあできればいいなと思っております。そして当番組の方でも当然24時間ノーチャリティーランナーということで毎年ね、誰かがチャレンジしてくださっておりますけども、今回は2年連続翔平さん、また翔平さん走るの、走る、翔平行きますよ、翔平さんがね、今雨の中一生懸命走ってくださっています、そちらのゴールの方もどうなるのか、翔平さんちょっとまあね、皆さん街で見かけたらぜひ応援してあげてほしいなと思っております、その情報も、はい、どこ走ってるか、そうですね、今現在は、どこですかね、これは、はい、どちらですか、はい、はい、千葉県調子、はい、千葉県調子、スタートより遠いんじゃない、海ほたるアクアラインですね、はい、東京湾アクアラインを今ランニング中でございます、おお、はい、おお、じゃあもう、いやでももう来れるんじゃない、半蔵門に来られるんですか、ね、いやまあ1時間4000以上 の、 高速代を払って走っております、もったいな、早く走れるってことです、さあということでね、また、はい、どしどし送ってください、はい、ということでございますね、はい、さあそしてメールもいろいろと、はい、来ておりますけどもね、はい、どうですか、はい、ね、どれしようかな、ラジオネーム、腹八分目、有吉さん、うん、朝起きて新聞を見てみると熱愛発覚、その文字に衝撃を受けました、ですよ、アリアナグランデとマックミラーが寿司屋でデートした後、ロサンゼルスでキスをしていたのが目撃されたようです。マックミラーについてどう思いますか？いや、マックミラーっていうのさ、はい、結構でもあれなんだよね、若いけど絡まってるしね、マックミラーだけは。あ、そうなんですか。マックミラーはね、あー、なんか結構学生時代マックミラーっつってあだ名されたみたいだけどね。誰がだね。マックミラーが。マックミラーが。マックミラーっていう。あ、バックミラー。あだ名されてね。なんかその度によく喧嘩やんちゃしてたっていう話は聞きますけどね。いや、その、それじゃないんですよ。
ラジオネームゴモラ、もっと新聞に読んだ方がいい。有吉さんにどうしても、うん、どうしても聞きたいことがあります。鼻くそはどの指で走りますか。今聞くことか。いやこいつらもうバシバシ食うね。バシバシ。普通聞く？いやいや、何一番言いにくいことみたいな。聞く？いや聞かないですけど。聞かないですけど。だってさ、鼻くそほじりますって普通言う、社会人が、その初めて会った会社の取引先の人に。いや言わないです。まして芸能人には。それ何これ、どの指でほじりますか。確かに厳しいかもしれないですね。小指です。答えて、答えてくれた。答えてくれた。なんて寛大な。何でも答えてくれますよ。有吉さんは。うん、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。有吉さん、いい加減俺たちくらいにはちゃんと聞かせてくれよ。はい、本当なんだか嘘なんだかわからない状態続いてな。うん、ゲスナーたちもものすごく戸惑ってるぞ。うん、だから正直俺の質問答えてくれよ。うん、おちんあい。落ち合いを取った後にできた出来物、あれ結局イボだったのか。それともやっぱりニキビだったのか。いやこれ、いや違うんだよな。何を、何社会を知らないのか。いやだからこれは僕もう言いましたけど、はい、まあ、おちんちんのおちんちん根元のところにまあね、ちょっと固形物があって、はい、なんだろうなってちょっと当分気にしてて、はい、まああまりの不安に駆られて、はい、お医者さんに行って、はい、まあ、液体窒素ぶっかけられて本当ですか、取ったんだけど、イボです。さらっと答えたな。さらっと答えたな。今日有吉さん何でも答えてくれた。答えてくれました。ね、あとはね、あとはね。そんなに質問が来てるの、来てる、珍しく、まあ、何でもいいんですけどね。どれ、どれだ、やっぱこうね突っ込んだ、どれ、いや、ね、そうですね、加山雄三さんへのメールが多くて。加山さんはいらっしゃるのかな。今アドレス言っときますか。今の趣旨に沿ったやつをちょっと、ああ、アドレスちょっと言っときましょう。有吉さん、ひろゆきのサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。 www.jfn.jp/dreamer です。スマホタブレット用の無料アプリ JFN パークをダウンロードして、サンデーナイトドリーマーのサイトからもメッセージを送ったり番組情報を確認できます。うん、じゃあまあこれか。じゃあそういうことか。ラジオネームなおちゃんともちゃん、有吉さん、歌舞伎町にあるキラカンさんの火曜居酒屋カンちゃんが27日閉店しました。生前尾崎豊さんのお気に入りのカレーがあったり、ステージが常設されており、キラカンさんの歌を聴くこともできる人気店でした。カンさんの喉の調子が悪くなり潮時だと思い閉店に踏み切ったとのこと、残念です。歌えなくなったから。なお9月14日から大久保にステージのない居酒屋カンちゃんとして再び営業されるそうです。おいカン、いや小沢。確かに変顔で歌うの見れない、残念だけど、それはな、移転って言うんだよ。それ正直ですけど、そうね、西武線ね、うん、あそこでよく見るわ。まあそんな感じですかね。まあだからとりあえず私の新聞報道、なんか熱愛とかね、はいはいはい、妊娠だとか結婚っていうのはまあ、はいはい、本当に全くないことなんで、はい、これがね、何とも言いようがないですよね。だからね、あ、そうなんですね、全くないことなのでっていうことでしかないんですよね。 あと加山さんにお任せしていいですか。いやまあ年に一度なんでね。今週まで言ってみよう。いやもういいよ。Night Dreamer Live on air. Sunday Night Dreamer.さあ、というわけで今夜のメールテーマ、これが私の好きな道ということで、皆さんのね使ってる道とか通学路とかね、好きな道路なんていうものを聞いております。結構迷い込ん、今ポケモン GO とかで迷い込んで新しい道とか歩くかもしれない。そうだね、なんかそうだわ。でもそんなに細い道にはいいポケモンいないんだよね。やっぱでっけえところにいるよね。そんなこともありつつですけれども、ラジオネーム走り熊福島 FM。 おい加山、谷村、1年ぶりだな。今年もこのラジオをリハーサル代わりに使いやがって。
去年より圧倒的に声が出てて震えたわ。そうだ、ちょっとだんだん仕上がって、なかなかね、ちょっとモノマネ本番がね、うん、もうすぐですから、うん、今日何にも知らずに聞いてる人マジでちょっと狂ってんのかって。最初聞く人も多いと思いますよ、多いですよ、今日多いですかね。でもまあちょっと今日はまあちょそういう月なんでね、まあ忙しいんでますますね申し訳ないですけどね、年に一度の24時間テレビ、24時間テレビにね、うん、まあそうなんですよ、24時間テレビの日はちょっとこういう放送と届きちゃう、まあそもそも言うことがあんまりないんでね、ますます申し訳ないんですけども、うん、さあラジオネームいわり8分、これが何でか分かるか、オープニングから歌い続けた時間だよ。かやまハゲ。毎年証拠りもなく乱入してきやがって、何 CM またいでも歌ってんだ。有吉を返せ。いや谷村さんはまたいで歌ってないです。谷村さんは先にお帰りになられて、ラジオネームちゃんたけんす FM 福岡、おいわが、はい、加山さんがサライ歌ってる時にうるせえんだよ。てめえのせいで全く勃起できねえだろ。は？黙って手拍子してろ、ダボハゼ。なんでだよ。ほら、歌を楽しみにしてる人多いから。いや、そう、何人かはいらっしゃるでしょう。何人かはいらっしゃるじゃないんだよ、ほとんどの人が歌を聴きたがってるんだから、で、勃起してた何人かでしょ。勃起してる人はそれはまあ、まあ、100人単位だろうけど。多いな。そうだったらすいません、それはそうです、そうごめんなさい、ラジオネーム稲葉の白うなぎ FM サイン、僕は国道マニアです。お、国道の逆三角形の看板、通称おにぎり、見るとワクワクします。そう、好きな国道は国道9号線、京都から鳥取などの山陰を通り下関の終点に続く道、これが大好きです。ラブホもたくさんあります。詳しい人いるね、これ ね、 ね、あ、すごい、いや面白いよ、ね、国道マニアなんです ね、 ね、やっぱね、こうやって童貞は童貞でやっぱりいろいろ調べてくれる、童貞で決めんだよ。通称おにぎりは誰が呼んでんのこれ。いやマニアはこう呼ぶんだよ、多分ね、そう言われてるんですかね、そうじゃない。ラジオネーム東北自動車道、これだってラジオネームからしてもね、以前からそうです、待ってました、ごめんなさい、はい、ですね、はい、FM 都市、これはもう多分相当な情報があると思いますけどね、はい、僕は渋谷方面の国道246号線から内堀通りに入る三宅坂交差点のところがとても大好きです。下り坂を降りて皇居のところにたどり着く感じがとても爽快感があって好きです。これ俺と全く一緒だわ。いや東北じゃねえんだろ。こいつ東京の道だけど、俺この246の、はいはいはい、内堀通り、ちょうどだからこの半蔵門の周辺の道ですよ、はいはいはい、うん、こう気持ちいいんだ、あの車線多くてね、あ4車線ぐらいあってね、はいはい、結構そんなに渋滞することもないしね、はいはい、結構東京の中ではすごい、あのいいところですよ、好きな、はい、いきますか1曲、はい、はい、じゃあ改めて聞いていただきましょう、はい、加山雄三で光神丸。さあこの時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、こんばんは、加山雄三の、はい、オールナイト、加山雄三のサンデーオールナイトリサイタル。通称有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございます。東京半蔵門 JFL スタジオから生放送、はい、今月のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です、はい、はい、じゃあ続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、はいはい、ではニュースに行きましょう。まずはこのニュースから。加山雄三、本当はラップがやりたいんだよ。本当はラップをやるなんだ。本当におっしゃったんですか。加山雄三さんがかなり前に雑誌のインタビューで、かなり前に加山雄三さんの、まあ今週見つけたということでね、はい、かなり前に雑誌のインタビューで、僕はすげえラップが好きなの、うん、見えないだろ、いやでもいいんだよ、いやいいんだよ、それがよ、それがよと
ラップ好きをカミングアウトしました。じゃあがら。いや、すごいな。ケツメイシの曲ばかり聴いていたとも語っています。さくらまいちる中にこそ酒をくと。すごいですね。ケツメイシ好きだもん。大好きだね。ケツメイシも好きだしね。うん、女のケツも大好きだよ。ちょっとわかんないですけど。なんだ、浸透したのか。谷村谷村さんは笑ってくれるんでしょうけど、谷村さんは言ってくれてるんで、いや、これあれだけど、まあ有名な話だけど、ほら、加山雄三さん、バイオハザードがめちゃめちゃうまいっていうね、はいはいはい、ゲーム、そうですね、バイオハザードの、ね、あのナイフだけで 全ステージクリアできるっていうぐらいの腕前の持ち主です、ね、本当にそうですよ、すごいうまい、だからそのまあ海とか船とかばっかりのイメージあるし、まあちょっとまあもう80歳ぐらいになられてますから、ちょっとそういうのはあんまり やらないかなと思うんですけど、めちゃめちゃ若いのよ、いろんなことを興味持ってて、うまいよ、だって20年ぐらい前ですか、それでもう60歳ぐらいの時、それでバイオ極めてるぐらいですしね、でラップでしょ、まだまだすごいよ。ちょっと更新丸のラップバージョン出るかもしれないよ、来年ぐらいに。そうよ。いや、確かに見たいですけどね。江ノ島目先、大島越えて、新島しきね、三宅島まで、セーラー、更新丸よ。サビはね、サビは残すの。いや、なかなかね、素晴らしいですよね。さあ、続いて。はい、続いてはこのニュース。ふんどし女子密かに増殖。ふんどし女子って言ってる段階でお前もうあの鼻息荒くなってたぞ。いや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 、まあいやいやいや、それも、まあ、まあ嫌いではないですけれども、冷静になれよ。はい、よし、分かりました。圧迫感が少なく通気性がいいことやデザインがおしゃれな女性用ふんどしが増えたことか。また笑ったすいません、興奮するんだって、はい、ニュース伝えて。そうですね、はい、ふんどしを愛用するふんどし女子が増えているそうです。ちょ、意識しちゃうとダメです、はいはい、女性向けふんどしはねじられた紐をお尻にキュッと締め込んだ六尺ふんどしではなく、うん、お腹の前で生地が二重になる越中ふんどしや、うん、短い布の前後に紐を通し脇で結ぶもっこふんどしが主流と言われています。だからまあいわゆる男がギュッと締めるやつじゃないってことね。でもちょっとなんか前掛けみたいになる感じだったりとか、ちょっと緩い感じのビキニみたいな感じになる形ですよね、うん、だから、はい、まあいわゆるもう僕らがまだ子供の頃になんかの番組で見たことあるようなノーパン喫茶みたいなね、ノーパン喫茶みたいな感じ、ちょっとノーパン喫茶セクシーな短い前掛けをしているっていうような感じですかね。あ、なんかふんどしって毎年毎年さ、うん、さあ今年も三越であのふんどしが販売されました、なんか密かな人気を呼んでおりますみたいな毎年聞くけどさ、確かに周りにいないよね。いない、まあ、なかなか合わないよね。なだからやっぱり密かなブームなのな。爆発的ヒットとまではまだいってないってことでしょ。あ、普通に履いてるってことなんですかね。これ履いてる人いいんじゃない。だって涼しいな、涼しいだろうからな、確かにな。履いてみたらいいんだよな、だからな。でもやっぱ手間よね、やっぱパンツに比べると。そうそうそう、上はさらしいとこだったんでしょ。上さらしい、上ブラジャーするんじゃないの。上半身思いますよ、ね、ブラジャーとふんどしはおかしいか、うん、いや、さらしいさらしい。上半身どうしてんだよ。一旦 CM。 Stay Night Dreamer Live on airSend us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、続いて引き続きニュースですか。はい、はい、続いてはこのニュース。キム・カーダシアンとケイティ・ペリー盗み癖。マジ？スーパーセレブのキム・カーダシアンとケイティ・ペリーがホテルの備品を盗んでしまう癖があることを告白しました。逮捕しろ。いや、まあ、キム・カーダシアンは私お気に入りの宿泊先からローブを取っちゃうのよ。例えばドバイのホテルアトランティスやビバリーヒルズのモンタージュなどよ、うん、この2つのホテルには最高のローブが置いてあるわとブログに綴り、うん、ケイティ・ペリーは私どの宿泊先からも枕を盗んじゃうの。17歳の時日本にある超高級ホテルに行ったの、うん、そこで全てを盗んじゃったわ。ナスな国かな。そこから物を盗む癖が始まったのよと語っています。語っていますじゃない、何やってんだこいつらは。すごいな、金持ちだったら何でもありか。
許されてるってことなんですかね。結構なんか日本でもなんかタレントがガキの頃万引きしたんですよみたいな話しててめちゃめちゃ怒られてたこととか禁止になったりとかあったな、うんね、ありましたありました、はい、これは俺これダメだろ金真っ黒、うん、ダメどうしてんだろうね。後で金払えばいいでしょみたいなもんなのかね。ああそれああ払うわよっていうそれダメよ。じゃあ買えないじゃんの。まあそうなんですよね。どうしても欲しいからこれ売ってくださいって言えばいいじゃん。まあ言えばそうですよ、ね、言えばまだその話の進みはまるだけど盗んどいて後でえは金あのうちの枕はい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 金はい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 どうぞいやいやはい、はい、どうぞいや気悪いわめちゃめちゃ嫌じゃん本当かね。なんかそういうなんですかアメニティみたいな、うん、歯ブラシぐらいだったのかな、うん、スリッパとかスリッパでもいけないんじゃないあれあダメなの。いや今それビジネスホテルのなんか使い捨てるやつとかはあるけどさ発泡みたいなやつね。まああれお前まさかやってんじゃないのかな。やってないですよ本当言い方と顔よなんかたまにバスローブ着て歩いてない歩いてねえですよどこをどう歩いてねえですよっていうのがもう下手人だからホテル泊まれないですからそんな感じないですから、以上、はい、ニュースでございました。はい、はい、さあということでちょっと24時間テレビの情報なんかも来ておりますけどね。加山雄三さんまだねあの武道館の方行ってらっしゃいますからまあ、うん、これ9時台加山雄三さん多分お越しになると思いますけど怖いですけどもね一旦行ってそうですね、ラジオネームエスロー FM 長野有吉さん質問です。たった今24時間テレビに加山先生と谷村さんが出てきました。これは本物ですかそれとも影武者なんですか。テレビに映る加山先生の笑顔怖いですそんなことないでしょ。聞いてるからこれはあの実際の加山雄三さんだとは思われま す, す、ね、思われますとしか言えない影武者真実は分からない、いるかどうか分からない、まあ、でもここであれだけ練習されてましたからね、はい、さぞあの伸びやかな声で歌ってらっしゃるいやそうですけどね、はい、ラジオネーム騙しやすけしんアイリーさん照英の野郎が木にぶら下がってる蜂の巣を見つけて蜂蜜が舐めたくなったのかその蜂の巣をつついたら大量の蜂が出てきてせっかく走ってきた道を U ターンして必死に逃げていますどこにあるの。あーでいてよーいてて死ぬいて何いてよーお前が悪いんだよそんな漫画みたいな、飛び込め水にドボンいや沈んでたけど今東京湾という現状でございます。翔英さんのね、現状もちょっと教えていただきたい、ね、今のとこ海とさあ続いてコーナーあいつこんなこと言ってましたリターンズ。はい、テレビラジオ雑誌ブログツイッターなどで有名人が調子ぶっこいていた話を作ってもらう企画です。はい、はい、どうも、ラジオ三平有吉さん、国産和牛の天敵こと寺門ジモンさん確かにね、8月25日のブログに有吉さんと上島さんの微笑ましい写真を掲載してこんなことを言ってやがりました。テレビ番組の収録で有吉君と一緒になりました。テレビで有吉君は龍ちゃんに対して冗談でおっさんとかポンコツといじってますがやっぱり楽屋でも言ってました。かっこ笑い。有吉君ツイッターに写真あげてくれてありがとう。ちょいジモンとか言いながらピントは俺に合ってる。グーおいジモンこんなタイミングでこんな記事書くなんてお前いいやつだな後輩にも先輩にもメンバーにも嫌われてるし空気読まずにシャシャリ出てくるしバカだしうるせえしすぐ切れるしナルシストだしウォレットチェーンクソだせえしそのうち飛騨牛の皮でスニーカー作りそうで怖いけどなんか感動したわブログのコメントたったの5件しか書き込まれてないけど頑張れよ応援してっからなっていう、なんかあれなんだね、ブログにやっぱり写真載せたいんだろうね。渡部さんとかもそうだけど、うん、結構一眼レフみたいなでっけえカメラ持っててさ、へえ、あ、ちょっとあれ写真撮らせてくれって言ったらもう一眼レフ構えられてビビっちゃうなんか緊張しちゃうってこだわるな、結構ね面白いね、あの人もね。ラジオネーム水亀座有吉さん、今週発売された週刊プレイボーイにて抱かれたい
女性政治家ランキングなるものが掲載されていたのですが、例のあの自己顕示欲の強いあのお方も入ってやがったのでここに紹介します。お1位、おイタリアローマ市長ビルジニア・ラッチ38歳、あ世界の、はい、2位、五輪担当大臣丸川珠代45歳、3位、参議院議員蓮舫48歳、お4位、防衛大臣稲田朋美57歳、5位、東京都知事小池百合子64歳。 おいおばさん5位だってよ。よかったじゃん。なんか苔みたいな色の服着て暑い中頑張ってたもんな。まあ俺はアナウンサー時代からおばさんのことあんまり好きじゃないけど、とりあえず風俗街の活性化だけはよろしく頼むぜおばさん。先週言われましたからね、おばさんよ周りは。おばさんだなんてね、本当にあの小池さんも来た、ご冗談が上手くて本当にあの岡田さんに比べて非常にご冗談がお上手で、本当に笑っちゃいます。いや本当に笑っちゃうわ。私のねもう本当に小池グリーンのね縄で首絞めちゃうかしら、怖いな、怖い怖い、小池グリーンの縄って何なんか帯とかなら分かるけど縄って何だよ。ラジオネームカレーはな、カレーは混ぜない、あるいは僕らのマジ天使こと広瀬すずちゃんがツイッターでさつまいもうへー幸せ大好きという文と一緒にさつまいもを持った自撮り写真を上げてやがりました、皆さんさつまいもといえば連想されるのは何でしょうか。はい、そうです、おならです。我々は今広瀬すずのおならをゲットできる潜在一遇のチャンスに巡り合っているのです。この山を逃がすわけにはいきません。各自袋を持参しJFN スタジオに集合しましょう。ゲットしたおならは嗅ぐもよし、味噌汁の出汁にするもよし、炭酸みたいに水に溶かすもよし。インチキウォーターこと川越達也プロデュース食品をも凌駕する万能調味料になることは間違いありません。では最後、我々ゲスラーに幸あれ。違うんだよ。JFN にいるの？来るとこ間違ってんじゃないの？やだね、来んのかな、たまに来てんのかな、FM のラジオね。おならをビニールで捕まえようっていう発想さ、めちゃめちゃ陽気だけど、幼稚だけどさ、それしかないよね。捕まえようと思った思い上げる手段残りますしね、うん、そう、うん、しょうがないんだよな、でもな、うん、そんなもんでな。確かに、うん、それ以外ない。アックスボンバーヘッドアリエさん、独裁サイボーグこと加山雄三国家元首の野郎が7月30日沢子の朝に出演をした際、こんな身の毛もよだつことを言ってやがりました。あ、高校時代僕はね、なんで親父に説教された以来ね、いつか仕返ししてやろうと思ってね、家でボクシングの練習始めたんですよ。1年ぐらい経ったね、親父より背が高くなってきたからね、スパーリング申し入れたんです。ほんでね、顔面をねガーって殴ったらね、親父がダウンして鼻血がバーッと出たんですよ。おい、はははじゃねえよ。マジか。1年間独学でボクシングの練習する集中力もさることながら、躊躇なく親父の顔面殴れるって一体どんな神経だ。10代の頃にはもう両親でさえ加山を止められなかったというわけか。この時代に K-1 があれば、独立国家行進丸の国家元首という肩書きにワールドグランプリ覇者の称号が乗っかったんだな。すげえ。あげときます。バキのバキ、マジですげえ。ホントオーガとバキの戦いの究極の親子喧嘩というやつでございますかね。素晴らしいですね。ラジオネームプライドチキン、有吉さん、高須クリニック院長高須克也先生が
給与未払いを理由に試合をボイコットしようとしていた五輪サッカーナイジェリア代表に対し独自の基金からボーナスを与えることを表明しボイコットを阻止してやがりました、うん、おいおい何やってんだホーヒーカットマン2ヶ月前に俺が送ったツイッターのリプライそっちのけかよ30代無職です。親からの仕送りでなんとか生計を立てているのですが今月は握手券のため乃木坂46の CD を30枚ほど購入したためもう残金がありません。先週から深夜になるとエグザイルみたいに真っ黒に焼けたこわもてのマッチョの借金取りが家に押しかけてくるようになりました。助けてくださいお願いします。わざわざ長文送った送っただろ何俺様をガン無視してナイジェリアに金出してんだよお前みたいなやつなんか CM で乗ってるヘリから落ちろ最後絶対落ちねえ、そんな感じでしょうか。一旦ブレイク出しましょう。 Day Night Dreamer Live On Air。 さあというわけで有吉サンデーナイトドリーマーあっとすいません加山雄三のですね、はい、加山雄三のサンデー、はい、オールナイト、リサイタル通称有吉弘行サンデーナイトドリーマー1時間経過しようとしております。頭で2曲歌っただけですね。いろいろメールがありますけどね、ラジオネーム中ダルデナ、FM 岩手有吉さん加山さんが武道館でサライを歌い始めました。号泣のコンペイ師匠の後ろで谷村とにやけ顔で歌ってやがります。にやけ顔って言わない笑顔って言うんですよ。そうね、ラジオネーム見えちゃうから、時任三郎FM 長野、有吉さん現在アクアラインを走っている翔英さんですが現在海ほたるパーキングエリアでアメリカンドッグ唐揚げの串などの揚げ物バクバク食っています。いっぱい食べて明日もいっぱい頑張るぞって言ってます。こいつ多分ゴール明日だと思う。今日ですよ今日の10時ですよ。時間も簡単だな。タクヨシロ翔英さん情報です、はい、海からの方が早いショートカットだと叫びながら半蔵門に向かって泳いでいきましたが、うん、ポケットに入れているスルメのせいでサメがどんどん集まってます。翔平早く陸に上がる。海なんで海行っちゃうの、トライアスロンになっちゃってるもんな、大変ですね。やばいことになっておりますけれどもね。どうだったんですかね、走り切ったんですかね、どうなんですかね、走り切ったんですかね、走ってらっしゃる、あゴールした、大変者は無事ゴールされたということで、ね、よかったですね、そっちのタイミングでね。そうなんです、これで大変者がね、その、うん、ちゃんとゴールできなくて怪我でもあってリタイアでもされている時にね、うん、加山さんのそれ聞いてる場合じゃないからね。いや良かったですね。それはね。すごいね。50歳ぐらいだと思いますけどね。そうですよね。はい。考えられないで105キロなんて、うん、膝死んじゃうでしょ俺らだったら。いや元から運動される方なの、ね、じゃないでしょ。そんな安定太ってらっしゃったからね。うん、いや大変だな。あるぞ来年松崎。えじゃねえ、なんでちょっと真に受けんのバカ。いや来たら受けますけど、受けるな言ってろビッグサイト。そうかそうかそうかじゃないんだよバカよ。さあというわけで9時台はちょっと加山雄三さんもいらっしゃってくれるとは思います。はい、はいはい、ご注意ください。ご注意ください。気をつけてください、ね。はい、気をつけます。そうですね、はい、さあということで一部の地域の方この時間でお別れでございますので、また来週もぜひぜひ聞いていただければと思っております。お相手有吉弘行とトップリード若と優しい雨松崎でした。この後も聞ける方引き続きお付き合いください。2016年8月28日日曜日時刻夜9時を回ります。この時間からお聞きの皆様改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今夜のアシスタントはトップリード和賀と優しい雨松崎です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマーでございますけどもね、ちょっとこの9時台から加山雄三さんにちょっと、はい、ゲストにお越しいただいているということでどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いしますお願いします。ちょっとまあ一応メールがいろいろ来ております、はい、ラジオネームまた下90センチ、はい、有吉さんこんばんは、今日は私の誕生日です。しかし私は毎年誕生日が来た嬉しさと
いつ加山雄三に世界を征服されるかもしれないという恐怖同時に味わっています。なので私がサンドリを聞き始めた2012年からの加山雄三スペシャルの記憶をできるだけまとめてみましたと。2012年、アシスタントインスタントジョンソン杉こと体元気、有吉さんがサライを歌い文句のメールが多数、しかしあまりにも似ている歌声でゲスナーたちは加山雄三が半蔵門にいると勘違い。2013年、アシスタント優しい雨吉本と優しい雨吉本と松崎ことシークレットファニーボーイ、初めてオープニングで加山雄三さんと谷村新司さんが生でサライを熱唱、加山雄三の抱きたい相手はデヴィ夫人、ソープとデリヘルを経営と告白。2014年、アシスタントは2年連続優しい雨、今年も、戦艦甲信丸国家元首に進化した加山雄三と谷村新司さんが生さらいを披露、有吉さんが加山雄三の暗殺を公言するも失敗。立ち向かっていったんですけどね、殺されました。日本刀を持って立ち向かっていったんですけどね、ありました。2015年、アシスタントトップリード我が、そして優しい雨松崎、加山と谷村さんが3年連続で生さらい熱唱、兵器の山、死体の山、殺戮の加山がキャッチフレーズ。さあ2016年、どんな傍若無人ぶりを見せてくれるのか不安でいっぱいです。有吉さんお願いします、この暴走を止めてくださいという。いつもいつも協力してもらってますけどね、はい、いや加山さんいつもありがとうございます。あ、ありがとう。いやいや、あなたなんだよ。敵は元凶。あなたを怖がってんだよ。加山さんにいっぱいメール届いてますんで、ちょっといろいろと読んでもいいですかね。はい、あ、どうも。ラジオネーム走り熊、おい加山、お前がどんなにな恐ろしいことを言おうかな、俺は高台にある家の中でこのラジオ聞いてるから安全なんだよ。水の上でしか身動きが取れないお前なんか怖くねえんだよ。ずっと大好きなな、海の上で船長ごっこでもしたろ。あら、戦艦甲信丸は水陸両用となりました。なりました。え、お前の家を、お前の家の住所を限定しました。あれ、そんなものまで。今すぐ向かって集中砲火します。逃げて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 、もう住所書いたでしょこのメールに。住所書いたでしょ、書くから Go to home。 あ、サイン出された。でもこの一言で多分甲子丸動くんだ。ラジオネーム須又又蔵、加山国家元首、恐れ多いのですが、陳平さんこと谷村新司さんを返してください。テレビでも見ることはなくなり、甲信丸の中で首輪をつながれ、陳平さんはラジオを収録しているみたいですが、私は一日も早く陳平さんのコンサートに行ける平和な日本を夢見ています。日本国と我が戦艦甲信丸の細い糸は陳平だけだ。そうだったんだ。そうだったんだ。陳平を返せば、うん、何の連絡手段もなくなるぞ。それでいいのか。なるほど。あ、そうかそうか。どうだ陳平、頑張ります。どういう気持ちなんですか陳平さん。陳平さん、谷村さん、どういう気持ちで、はい、でどういう気持ちでその甲子丸にいられてるの。楽しくやってます。いや本当かな。ありがとう。じゃあしょうがないですね。ずよっきっき、キングオブキングスじゃないです。なんで会話で歌ったのチャンピオン。加山雄三さん、彼こそはよっきっき。いや、キングオブキングスじゃないよ。キングオブキングスじゃないんだよ。会話でチャンピオン歌うなって。谷村さん。ラジオネーム満腹せいなり、加山さんが一番最近おかずにした有名人教えてください。おい、リューチェル。リューチェル。かわいいね彼女は。いや、あ、そっか、素敵、とても素敵な、ああ昔鈴木ランナーちゃん好きだったからね。ちょっとちょうどなんか鈴木ランちゃん、ランナーちゃんの若い頃なので、いつもついつい反応してしまいます。あ、そう、いや男性ですよなあ陳平。はい。言わされてんじゃねえか。言わされてんじゃねえか。教えてください谷村さん。谷村さん知ってるでしょ。
いやー、加山さんはオナニーのよっきそうなるわけわかんない。なんだってオナニーちゃうきよってよ。なんだよオナニーのキングオブキングわけわかんない、ね、ラジオネーム走り熊。加山さん質問です。今期好きなアニメは何ですか。これはもう60年ぐらい連続でノラクロだね。まだ見てんの。まだ見てんの。もうずいぶんテープがね伸びちゃって伸びちゃったね。何言ってか分かんないけどね。VHS すらないんじゃないかね。ノラクロの時代。さあということで、もっといいアニメありますよ。今夜のメールテーマ、一応これが私の好きな道ということで、道の情報を教えてもらって、ね、はい、よろしくお願いします。一旦ブレイクいたします。Day, night, dreamer, live, on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Day, night, dreamer.さあということで、今日のメールテーマはね、これが私の好きな道でございます。ラジオの加山親衛隊 FM 参院親衛隊いるのか。有吉さん、僕の好きな道は島根県の国道9号線です。昔懐かしのうどんやラーメンの自販機が設置してあるドライブインが今でも残っており、さらに日本海沿いということもあり、かなり景色もいいです。腹減ったし久しぶりに、外に出てドライブインでうどんでも食べてこようって田舎のドライブインっていいよね、結構ね。9号線人気ですね。9号線そうだね、人気あるね。いいのかね。ラジオの FJ59FM 岡山。私のお気に入りの道は岡山県の県道47号線、岡山県倉敷市と岡山県の笠岡市の間の海岸線を結ぶ道です。曲がりくねりながらのどかな瀬戸内海を横目に爽快にドライブすることができます。少し落ち込んだ時一人でドライブするとまた頑張ろうと思えるいい道ですね、と。めちゃめちゃいいメール来たな。笠岡市、はい、わかります広島だと。いや、わからないけど多分あの辺だよ、あのなんかカブトガニとかがいるあたりだよ。なんか岡山県の方ね。ああ気持ちいいなーって走ってて、カブトガニうじゃうじゃいたらちょっと怖いよ。怖い怖い怖い。うじゃうじゃは怖い、ね、すごいですね、はい。さあ、そして、あ、道ということでこんな情報も。ラジオのグドンなグドン、え、有吉さん、翔英さん情報です。海から上がった翔英の下半身は完全にサメに食われている状態で、どう考えてもマラソン継続できるように見えないのですが、まだ走ると息巻いて血をダラダラ流しながら半蔵門を走り始めました。もういい、休め翔英。半蔵門に切ったかった、うん、れ翔英さん頑張ってください。伝わるかな。届くかな。頑張りでどうにもならないよね。頑張ってじゃない、頑張ってじゃないよ。止めなさいよ。食べに食われてんだから走らせるんじゃないよ。まあ結構あるからね、アメリカドラマとかでよくおなじみの、これサメに食われたように見えるけど実は幻覚だったみたいなパターンもあるからね。ああ、なんかこっちがそう、こっちが幻覚見てるだけの可能性もありますから。それはもうありますからね。そうそう簡単に信じることはできませんよ。それは頑張ってもらわないと。じゃあもう半蔵門にいるかどうかもね、これ。続いて有吉のそれわかる。はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。はい。あれさんですね。ご案内。あれ加山さんも、はい、加山さんが呼ぶ。はい。いすいません加山さん、ちょっと今コーナーやるんで。はい。結構ちゃんと聞いてくれます、ね。言ったら分かんないかもしれないですけどね。まあ、ちょっとお付き合いください。はいはい、ラジオネーム車にボビー。青い優と黒木春に変わる変わる左右の耳元でクズと小声で囁かれたい。まあいいかもな、それはいいかもね。まあこれはめちゃめちゃシンプルだね。そうですね、こういうコーナーです。そうだね、はい、久々に来たらシンプルなやつ。いいですね、はい、いや初めて来たともういるかもしれない。そうです、ラジオネーム弟子の正彦。川口春奈ちゃんに炭酸強めのサイダーくださいとお願いすると、春奈ちゃんはサイダーとつぶやき、俺の喉仏を
親指と人差し指でハサミ握りつぶす。白目を向いて泡吹いて痙攣しながらクソとションベンたっぷり漏らしてついでに射精したい。バカじゃん。サイダーの話どこ行ったんだ。サイダーなんだろうな。川口春奈ちゃんのサイダー何なの言い方でしょ。川口春奈ちゃんじゃないぞ。それちょっとヨロリサイダーそうでしょ。なんでチンペイさんに読まれる。ヨロリサイダーサイダーじゃ川口春奈ちゃんだから聞きたいの。なんで今谷村さん入ってくるんですか。チンペイ出てきちゃうのか。あげときましょう。あげるんかい。ラジオネームエモペ。広瀬すずちゃんがお相撲見に行きたいなというので、俺は気分だけでも味わってもらおうと空気を入れて、空気入れを使ってアナルに空気を送り、パンパンに自分を膨らませて朝青龍そっくりになる。そしてごちそうさまですと言って広瀬すずちゃんを喜ばせようとするも、口を開けたら空気が逃げてしまうので口を閉じ、鼻の穴を手で押さえ、お尻の穴もキュッと締めて、広瀬すずちゃんが満足するまで朝青龍をキープし続けた。何言ってんだよ。いじめられ方だよ。わけわかんねえよ。口から空気入れりゃいいじゃん。いちいちアナルから入れる。こいつは腸が近いから。お腹が出るから、ね、口の方がいいよ。あ、もちろんあげよう。パン。ラジオネーム長っそ。突然の夕立に振られ廃屋の軒先で雨宿りをしていると、向こうから小走りで女性がやってくる。あ、ここよろしいかしら。声をかけてきたのは木村多江さん。あ、はい、どうぞ。僕は突然の出来事に驚きぶっきらぼうに答えてしまう。先ほどの態度の手前、気安く話しかけられず、昔をよそいつつ、うっすら透けた服や濡れた髪が張り付いたうなじを気づかれないようチラッと見てはドキドキ。そんなお互い無言のまま、雨音だけが聞こえる穏やかな時間を過ごしていると、いつしか雨が上がる。名残惜しさを感じつつ、軒下から出て軽く会釈をして歩き出そうとするタエさんがすれ違いざま、あんまりエッチな目で女性を見ちゃダメよと耳元でささやき、僕の股間を軽くひと撫でして去っていく。雨上がりの青空と同じように澄んだ気持ちを胸に、とんでもない量の射精でびちょびちょになったパンツを公園で洗いたい。公園で洗いたいがメイン。どこ行ったんだ今までの文学性。必死の精一杯の文学性は。よかったですね。よかったもん。いろんな気出しあげた。最後ひどかった。どうしてで家で。さーで行っちゃってるからね。家で洗えよ、うん。ラジオネームね、急騰流。幼なじみの筧美和子ちゃんとお医者さんごっこをしている僕。もうろくでもなさそうだな。その流れで美和子ちゃんに直腸検査をしてもらっていると、美和子ちゃんは勢い余って肘の部分まで腕をアナルに入れてしまう。美和子ちゃんは、あっと声を漏らし、慌てて腕を抜こうとするが、肉付きのいい腕は大腸に引っかかってしまい、そのまま大腸を一緒にズルズルと引き抜いてしまう。お腹がスースーする俺は嫌な予感がしたので、美和子ちゃんの顔を見ずに、あ、なんかあったと聞くと、美和子ちゃんは引き抜いた大腸をベッドの下に隠し、ううん、なんでもない、それよりオセロしようか、早くオセロしようと話をそらし、この一連の流れをなかったことにされ、二人で仲良くオセロしたい。なんでだよ。なんでだよ。十分だよ、お医者さんごっこの妄想。めちゃめちゃもうアメリカのさ、B 級あのホラーずっとバタリアンとか。超が出てる。超出てる。これいいよ、エンジェルあげるよ、じゃあ。パン。ないかな。
繋がってるだろう絶対。面白いな。ラジオネームエモペ、加山雄三と能年デナちゃんことのんちゃんが決闘をすることになり、お嬢ちゃん悪いこと言わないから降参するんだなと見下した態度を取る加山雄三に、おめえ誰だぶん殺すぞ俺と殴りかかるのんちゃんだったが、甲信丸の装甲はとても頑丈でびくともしない。お嬢ちゃん元気だね。それじゃあ甲信丸の本当の力特別に見せてあげようと言ったところで、俺が加山やめろと制裁に入るも、のんちゃんにおめえ邪魔すんじゃねえと叱られているところを加山雄三に彼氏くんの登場かい、青春だねと笑われてしまい、のんちゃんにおめえ俺はこんな奴のことなんて好きじゃねえと照れて顔を真っ赤にしてほしい加山さん関係ないよ。いつまでアマちゃんの脳ね出ない都会の子でしょあれでしょうって、おそらくドラゴンボールの父みたいでしょ。そうだよ、本当だなラジオネームビワランチョウにある、公園で鳩に餌をあげていたら白いビキニを着た深田恭子がやってきた。どうして乳首の部分めがけて豆鉄砲を発射したら、あのキョトン顔をかましてきたので、興奮しながらも続けていたら、動物愛護団体のシーシェパードに頭を打ち抜かれ、クジラのように血潮を噴出し、その血をすくい取り、死ぬ間際ベンチに、フカキョンの足のサイズ有吉より大きいというダイイングメッセージ残したい。いろいろ出てきたから、なんでシーシェパード出てくる。深田恭子26とかね、噂あり、ね、そうなの、ね、私はなんていうの、25センチくらいちっちゃい、うん、どうしよう、一旦ブレイクしていいかな。はい、スネイナイトドリーマーライブオンエア、スネイナイトドリーマーさあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けをしております、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜のメールでもいろいろ来ておりますけれども、ラジオネームお皿が乾くの3時間 FM 群馬、おいチンペイ目を覚ませお前加山に洗脳されてんじゃん、髭を剃れば治るから早くそれ洗脳の証だったの、あのヒゲ、ヒゲ剃ったら命がなくなるこれ本当嘘ないヒゲ剃ったら命なくなる、原始人かなんでカバンになっちゃったなんで原始人だ俺なくなるじゃないそんな人じゃない、もう洗脳の証だよラジオネームホバーハンド FM 佐賀、おい加山、甲信丸は水陸両用、笑わせんな、俺はアメリカ国防省の人間だ、制空権は我が米国の無人爆撃機プレデターが握っている、3秒以内に武装蜂起をしなさい、3、2、バーンあれ違う、バーンはあ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 負けた、国防総省負けたのか国防総省がラジオネームネズミ後輩爆撃されたおい加山、俺は今飛行機の中にいる、水陸両用といえどもさすがに高度1万メートル来れないだろう、悔しかったらここまで来てみろおいゴジラやっちまえゴジラ、ゴジラうそボン飛行機もやるわー、ゴジラ加山さんのだったくそラジオ買ってたんだ、ザキミヤニート FM 宮崎、加山さん
池袋のオッパブに通ってるって本当ですか？答えてください、カヤさん。これは参ったな。言わないでくれよ。本当だった。通ってた。通ってた。いや、いいんですよ。通ってないって言っても別に。加山さん。ついてもいいですから。ラジオネーム黒羊。FM 群馬。昨年はアイバンちゃん。今年はリューチェル。そうでした。実は男性なタレントお気に入りの加山さんですが、加山さんに抱かれるためにはどうしたらいいのでしょうか。いや、それ知らなかったからびっくりした。そうなんです。リューチェル男性ですよ。そうかそうか。ちょっとやっぱりたまには派手な子がいいなと思うからね。そう思うけど、まあ本当の意味で私に抱かれたければ薄い紅を塗っておいて。昭和の人間だな、ね、昭和のね。曲いこう、うん、はい、では曲いきましょう、この海を愛する国家元首の名曲でございます。加山雄三、海その愛。海に抱かれて。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とトップリード若と優しい雨松崎がお送りしています。私もいます。ああ、ちゃんと紹介しないと。加山雄三です。すいません、加山さんもいます。谷村さんもあ、います。もう締められちゃう。締められちゃう。首輪がギュッてなっちゃう。続いてサム・スミス、グラミー賞を受賞したサム・スミスの名曲に乗せてスピーチしてもらってます。はい。ラジオネームエモペイ。パチンコ、競馬、競艇、最近だと宝くじ。俺はいわゆるギャンブラー。腕はないが度胸はある。そして今年だけですでに収入の2倍は負けてて、返済の目処は立ってない。笑いたきゃ笑えよ。俺は今気分がいいんだ。なんせ数年ぶりに友達ができたんだ。最高だろ。俺は、彼は俺の一回りほど年が離れているし、前歯もなければ家もない。それでも嬉しかった。そんな友達との出会いはパチ屋の前の牛丼屋。久しぶりに大勝ちした俺はアホみたいにうまいうなぎを食べていると、なあ兄ちゃん、あんたすごいな、いくら買ったんだ。彼が声をかけてきたんだ。いや本当に嬉しかった。久しぶりに褒められたんだから俺泣きそうだったよ。だから俺は、おっさん、うなぎ食うか？これうめえぞ。すると予想外の返答が。おい兄ちゃんは株やってねえのか？今その金貸してくれたら5倍、いや50倍にしてやるよ。あなたには心から信頼できる友達がいますか？俺にはいます。騙されてると思うよ。いますって言ってるから、ね、騙されてるよ。それ一番だよね。まあ、友達が一番。まあそうだけど、あんまりね、友達信用するのもどうね。怖い時もありますから。ラジオネーム、騙しやすけしん。何か困ったことがあったら先生に言ってこい。すぐみんなの元に駆けつけるから。卒業式の日にそう言ってくれた先生。俺はこの前久しぶりにその先生に電話をした。俺が自分の名前を名乗ると先生は、え、そんなやついたっけと言ったね。覚えられてないのも無理はない。そう思ったが、一応学生時代のあだ名、ナイスバディ、ナイスバディ原人名乗ると、ああ、あのクソデブのナイスバディケンジンか。なんだ、どうかした。あだ名で呼ぶなよ。俺は人生で初めてのバイトとしてピザの配達をしていること。そのバイトで店を出てから2時間経つけど配達先の家が見つからないこと。
バイクの燃料がなくなったことそんな時に卒業式の日の先生の言葉を思い出したことを説明したいやお前それを俺にどうしろってんだよ本当ダメだなナイスバディ原人は俺よりバイト先に電話しろそう言って久しぶりの会話は終わった。その後俺はバイトをクビになり今は家でポケモン GO をやってる。先生にお礼の電話をしようとしたら着信拒否されていたからここで一言言わせてくれ。ありがとう。なんでみんな口聞いてくれたりするのそれだけでちゃうじゃんハードルが低すぎるよ。ひどい目に遭ってるだろう。なんだろう。ラジオネームカレーは混ぜない。24時間テレビか。24時間っていうと俺の今までの総労働時間をはるかに超えてる。コンビニでの人生初バイト日、ちょうど宇野勝のヘディング事件が起こって友達の中で俺だけ話題に乗れなかったのがトラウマになってな。それ以来テレビから離れるのが怖くなっちゃって今に至るんだ。愛、これが私の生きる道か。なんかよくわかんないし、母さんが買ってきた履歴書にキャベツ太郎を広げて食って寝ます。いくつなんだよ。相当俺らと一緒ぐらい、俺と一緒やんか多分。本当に中日の宇野選手が、うん、そうですね、ショートフライ頭にぶつけちゃったってやつね、チンプレーの王道のチンプレーのやつでしたけど、ね、素晴らしいですね。さあ続いてはだよな。最後にだよなが付いてれば何でも OK、 まあだよなで締めていただければ何でも OK でございます。はい、ラジオネーム日本語ラップ。ジムに通ってるおばさんで頑張ってる人見たことないんだよな。井戸端会議っていうね、あ、まあ、側面もあるんでしょうね。それはね、あ、そうずっと喋ってるんだじゃん。まあでもだって自分、まあでも50だ60だのおばさんがバン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 走っててもな、ちょっと怖いっちゃ怖いな、ね、無理しないでよと思うしな。心配になりますね。さあゆっくりしてる上の方がなんか安心はしますよね、うん。ラジオネーム日本語ラップ。ネックレスしてる人全員怖く見えるんだよな。いまだに男男性がね、あ、ちょっと 金のね、金袋みたいなやつとかな。そんなことないけどね、さすがに。ラジオネーム7ボーイ。私子供好きなんだよねって言ったのに俺と子作りするのは嫌がるんだよな。そういうことじゃないからね。またラジオネーム時忍三郎。武蔵小杉の飲み屋街でチャラついた集団に殴られたんだけど、中目黒から一本だし、多分あれ LDH の誰かの仕業だと思うんだから。エグザイル武蔵小杉で飲んでるイメージないだろ。で一旦武蔵小杉ラジオネームエモペ。バイト先の売り上げほどどうでもいいものないんだよな。バカだ。そうかな、そうだね。だからね、俺ね、20歳の時にね、下北沢のステーキ屋さんで働いてた時ね、うん、マスターがね、ある程度のね、金額売り上げね、ちゃんと教えてくれんのよ。今日はいくらだったとか、はいはいはい、今日は4万8000いくらだとか、うん、今日10万いったぞとか、うん、いろいろ教えてくれて、うん、何万か超えたら、うん、ボーナス出してくれるのよ、その日に。1000円だったり2000円だったりとか。おー、めちゃめちゃだから頑張ったよ。売り上げ上がれー、そうです、株上がれーじゃない、小渕総理みたいな感じ。まあいろいろあるだろうね。それはそれはコンビニでそういうわけにもいかないだろうしね、うん、まあそれは個人経営の店だからっていう、ね、まあいろんなやり方もあるんだろうけど、うん、いやでもだって普通はそうだよな。そうですね、いくらだろうと別に時給変わんないわけだからな、うん、それは忙しくない方がいいぐらいだもんな。そらそうね、うん、やっぱカラオケボックスだもんな。そりゃそうですよ。頑張れよ、貢献してあげろよ。もっとお客さん満室にしないとって言われても困るんですよ。最悪だな本当に、ね、この人数でとかもあるかもしれない、ラジオネームラッパーザキバチョル。
履歴書は一切書けないけど、AV のレビューだけは何時間でも書けちゃうんだよな。才能だぞお前。めちゃめちゃすげえ才能だから、なんかそれ仕事に生かした方がいい。確かに、ラジオのサンチョ。みんながコーヒー頼むから俺も頼むけど、だいたいその日の夜お腹壊すんだよな。いいよ紅茶飲みなよ。そうそう、コーヒーは受け付けてないのよ。なんかその、うん、俺らも気づかないからさ、症状が軽いから気づかないけど、そういうアレルギーチェックするといろんなもんアレルギーだって言うからね、人ってね。ああ、だからやっぱりちょっとまあそういうのあるだろうね。カノエイコなんて一番かわいそうだね。ご飯もアレルギーで、お米もパンもダメなんだぜ。何アレルギーないものっつったら、肉と魚ですって。肉と魚だけアレルギーないんだって、でもそれでお米は食べれないって、ね、あとはでもほとんどのもアレルギーあるのよ。だからまあそれは症状がね、強くなかったり弱かったりするからそれぞれなんだけど、かわいそうだよな。麺とかもダメ、ね、麺もダメな、小麦もダメになってくるからね、かわいそうだよ、ね、さあというわけで以上かな、そんなもんでしょうか。一旦ブレイクします。Day Night Dreamer Live On Airありがとうありがとうありがとうな、うん、いつも本当にありがとうな、ありがとうありがとうありがとうな、いつも応援ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、そのラーメン、ありがとうな、ストップ、そのラーメン、ありがとうな、そのラーメン、ありがとうありがとうありがとうな、ラーメン禁止、禁止ラーメン、禁止禁止禁止ラーメン、ラーメン禁止禁止ラーメン、ラーメン禁止禁止ラーメン、そのラーメン、ああ、いけない、いけない、ストップ、そのラーメン、ストップ、ストップ、ダイエットソングみたいな、ストップ、そのラーメン、これCMみたいな、確かに頭に浮かぶとラーメンをね我慢するっていうのあるかもしれない、なんだろうな、腹立つわ。行くか。じゃあ続いてのコーナー、ヒップホッパーでございます、はい、リスナーのライムにフリースタイルで対応しておりますけども、はい、はいはい、じゃあこちらから、ラジオネームラッパーザキバチョフ。慶応大学卒業の加山雄三、勉強できない有吉まんじゅう、趣味が多彩な加山雄三、あなるいじりだけが趣味の有吉まんじゅう、家族もいて幸せな加山雄三、結婚ご報で今日も一人の有吉まんじゅう、仕事も私生活も加山は神、仕事以外は泥沼底辺暮らし、有吉と比べて加山雄三は最高、よ、有吉最高、俺は応援してるぜ、有吉最高、有吉こそ神、私加山も認める有吉、本当に最高、有吉すごい、最高だぜ、なあチンペ、最高です。言わされてんだよ。チンペイさんが言わされちゃってもう。今のラップ歌ったやつ殺す。え、どうだって、ああラッパーザキバジョフ。ラッパーザキバジョフ殺す。やべ。逃げて。殺す。逃げて。逃げて。逃げて。はいよ。そこの。棒持ってこい。棒でいけんの、棒でいけんの。怖えな、はい、次はいいですよ、はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、美は乱調にあり。ねえ。ラジオネームですかね。有吉弘行マジリスペクト、 MC もできて大喜利も強い、見れば見るほどしけた面、裏打ちされた豊富な知識とひけらかさない品の良さ、とぼけた面してくだらねえ、頭の回転マジ早い、肝心な時ねマジ噛まない、だけどめちゃくちゃ口臭そう、賢くないとバカはできない、俺たち世代の代弁者、ガールズバーの嫌われ者、それが有吉。よ、いい加減しろ、乗せて落とし、乗せて落としだよ、本当に。めちゃめちゃうまいじゃん。やっとけよ、そいつ。はい。ションベンやっとくわ。そんなのはないです、そんなノベリティはない。本当によ、クソ野郎。なんだよ。はい、じゃあこちら、また、ラッパーザキバチョフ。すごいな、本当に。
偉そうに言ってる割に金玉顔、人に毒舌を吐く金玉顔、視界でうまく回す金玉顔、有吉イコール金玉、金玉イコール有吉だ、汚い顔、余白多い顔、しわくちゃの顔、どこからどう見ても金玉だ。整形して金玉顔変えろ。イエス、高須クリニックでも行ってろ。よ。俺の金玉超最高。金玉の話じゃないですか。金玉顔の話じゃない。金玉は別にディスってないから。俺の金玉が喋るぜ。え、金玉が喋る。俺の金玉が今から喋るぞ。聞いとるよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぞ。今から聞いとるよ。Yeah. 俺の金玉が喋るぞ。今から聞いとるよ。Yeah. こんにちは。こんにちは。なんだろう。ちょっとだけ出てきて。こんにちはって。なんなんだ。読め。はい、それで、ラジオネームまた美は乱調にあり。しつこいなお前。もうだって送ってくれ。限定されてるじゃないか毎回。最近もうそうそうだぞ、はい、本当に、美は乱調にあり。ズルむけふにゃちん気持ち悪い。ガバガバアナルも気持ち悪い。どういぞ。見た目も思想も気持ち悪い。だから風俗嬢マジでリスペクト。俺はここに断言、有吉マジでモテん。近づく女金目当て、彼に結婚できたところで保険金かけ、飯に毒混ぜ、じわじわと殺して飛ぶぜハワイへ。よ。ただのあの事件じゃねえかよ。恐ろしい恐ろしい、あの毒婦の事件じゃねえか、そんなもん。恐ろしい。なんだ毒をちょろ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 入れて俺殺すって。ひどいな。それビワ乱調にあるよ。本当にあれだな、警察呼ぼう。いや、ここに加山さんがいるのに、警察沙汰にしちゃう。加山さん動かすまでもない。はっきり言って俺のな、はっきり言って俺のな、携帯はな、いざっていう時警察呼ぶためにあるんだぜ。俺な、俺の警察呼ぶっていうな、意気込み忘れんなよ、バカ野郎。おい、ビワ乱調にあり、警察呼んでるからな、すげえ。俺のな、携帯はな、いつだってな、110番にもうセットしてあるぜ。ちょんと触るだけで110番にかかるぞ。ビビってんじゃねえか。すげえビビってる人だ。まあみんなそうですよ、うん、緊急通報はね。そ、うん、それじゃあちょっと時間もあるよなんで、私のラップ聞いてください。ああ、ぜひお願いします。海よ海よ俺の海よ海よ海よ、その大きな愛で、サライのように海包み、足した。空心丸、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 空心菜。わけわね。小籠包、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 心丸、空心菜。クシンパイ。Day Night Dreamer Live On Air。 いや、というわけでもう本当に8時台からね、もう2時間にわたって、あの加山雄三さんの歌声をお送りしてきました。本当ですよ。ちょっとでも本当にでもいい歌ばっかりだったでしょ。まあそうですね。結構乗ってきたりとかグッときたりとか、やっぱそこがやっぱ加山さんのすごいところでございますけどもね。そうですね。さあ、ということでそろそろお別れでございます。今日先にあれあげとこうかな、なんかね、あのパンあって、あのエンジェルの子にあげときましょうかね、マグカップね。エンジェルの子いましたもんね。はい、あの、はい、九刀流さんね、筧美和子ちゃんに内臓を引き抜かれて、それでもオセロしたいって言ってたやつ、あの子にあのマグカップ差し上げておきますね、はい、ぜひ受け取ってください、はい、ありがとうございます。ということで、ラジオのセンターエビス、おい加山、俺はアイアンマンだ、俺たちアベンジャーズはお前の暴走を止めるため一致団結する、ゴジラだろうがチンペイだろうがかかってこい、ウィーアーアベンジャーズ。俺は大丈夫、ラジオネーム車カルマ、ちょっと24時間のまとめでございます。下半身をサメに持っていかれた照英についての速報です。もうダメかと思われましたが、大きい魚から人に返した。
大きい魚の頭ドンってやった、魚壊れた、足取り返せた、そんで足元にくっつけたら、そんなこれで走れそんなバカじゃない間に合いそうです間に合いそうですか、間に合うか、あと1分30秒、うん、うん、どうかな、もう来るかな、ねやってますけどね。どうしよう、ラジオネーム、ジェスロオタル、FM 福岡、おい香山、更新丸だかなんだか知らねえが水深1000メートルに住んでるからな、俺ら新海賊には手は出せねえだろう、お前みたいなトドじいちゃんが調子こいてると痛い目見っからな、そなたの海をフリーズさせる。母なる海をピキキーン。もう自分の更新までも封じちゃってるんですよ。何何何何何何おめえかい。フリーザ、フリーザだ、フリーザ、その通りだ。クリリン殺したの、第2形態の加山雄三の姿を見れたこと感謝しろ。それでは地球のみんな、お別れだな。第二形態になって。魔眼光殺法。やられた。さあ、終えてやるよ、白い木と。トプリードアカンと、優しい雨、松崎でした。また来年。